Hey, how's it going, everybody? Kazuo Summoness, that's me. Welcome back to another episode of Let's Play Tales of Berseria. So, I don't know if this is exactly where we left off, because I... Hold on. Cool. Alright, it's because I tried to do some grinding, but then I actually died, so it sent me back here. I'm pretty sure this is right after the assassination? I guess, I mean, he kind of just turned into a monster and then died to some big, I think same kind of demon that Velvet is. So yeah, let's go. Just pretend you guys haven't seen this yet. 無事依頼を果たしてくれたようね。相変わらず早耳ね。それだけが取り柄なのよ。自分の耳は遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は？分かったわ。 アルトリウスがいる神殿を守る結界内には、高位の大魔使しか入れない。そして、高位の条件は、Aランクの精霊を4体以上連れていること。うん。つまり、4体の強力な精霊がいれば、俺たちも結界を抜けられるってことか。だが、精霊に従わない精霊は滅多にいない。考えたな。 こう見えても僕はAランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと1体精霊がいるな。大魔使から奪うしかないわね。ナイス。わしも行くのか？めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いていってもらうわよ。礼儀がなってないの。そこは、ご同行ください、マギル様、じゃろ。 頼んだら来てくれるっていうの？同志を襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ、めったにない見せ物じゃし。マギルー姉さんは、こういう人なのでふ。僕、みんなに、一緒に来てほしい。 です。お願いします。ライフセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。 持っておきなさい。それがあれば、私たちの身内として援助が受けられるわ。We in the Shadow Guild. 救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。ははは。随分お行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。 起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は？痛いのも自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。 強くなきゃいけないのよ。敵を撃つために。敵。出発するわよ。六郎たちは広場で待ってるはずよ。
All right, let's do this. It's like nothing happened.鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。分かってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょ。カノ主は存在しないっていうのか？うん、カノ主と呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつを言い切るな。3年前にこの目で見た。あは、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろんよ。第一狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライフィゼット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が剣門を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に剣門の様子を調べるよう、シルフモドキを飛ばしておいて、その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。ねえ、それにしてもシルフモドキは便利な鳥じゃのう。どこにいても届くし、いざとなれば非常食にもなるしな。シルフモドキの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは清涼を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。あ、だがどういう仕組みなんだ？伝書鳩は帰巣本能を利用して飛ばすもんだが、シルフモドキは旅先の相手にちゃんと届くだろう？シルフモドキはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ？いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前、シルフモドキが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。増えるなら試しに一つ食ってみないか？ダメだよ、ロクロ。やっぱりダメか。I actually don't know how carry pigeons work so well. 改めまして皆さん、セレビエフです。よろしくお願いしますね。ちなみに僕の精霊ランクは A です。ライフセット同じ A ランク同士仲良くしようですね。精霊ランク、
僕も A ランクなんだ。不思議はない、見かけによらずなかなか力があるからな。アイゼン、お前も A ランクなんだろう。らしいな。だが星稜が俺たちを刺激するために決めた胸クソ悪い物差しに過ぎん。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビーン、僕の拠り所全否定でふか。海賊やゴムの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な A 級じゃよ。特別な A 級？感動でふー。マヒル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんでふね。昔から変わらぬぞ。主が A 級にわしのしもべであることはのう。そっちの A 級でふか。そうばーっと。緊張感のない奴がまた増えたわね。Yeah, I don't really know how carrier pigeons find the way, but I guess it's the homing. I'd have to look more into it.大司祭様がお怪我をなされて、しばらく療養されることになったそうよ。Yeah, it makes sense they wouldn't just talk about him dying. 大司祭様が離宮を片付けているときに、棚の上から荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって。いつも素晴らしいお話をしてくださって、みんなとても尊敬していたのに。物騒な話ね。ええ、私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってしまって。私は全然怖がってなんかないよ。嘘だ、お姉ちゃんが泣いてるの見たもん。僕は全然怖くなんかないよ。悪い賊が来たら僕がやっつけるんだ。その迫力なら悪い奴が逃げそうね。花ボトで大怪我とは抜かりのない情報操作じゃの。城で司祭が殺されたなんてことになったら誰もお神を信じなくなるからな。 Also got eaten by this secret big demon under us. You have anything good? I don't have any of these. We'll take it. Alright. Green snow. Alright. So, gosh, I haven't played this game in a little bit. I found out how to remote play on my PS4, so I started Yakuza. By this time this is up, it should be already uploaded. その怪しいみなり、お前らあれだろ。ローレスの入り口で鳩出したマミムメ奇術団だろ。マミムメではない、マギルー奇術団じゃ。なんじゃお主、あの場に。そうとも、ゼクソン校から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに。でもここで会えたが100年目だ。そっちの愛想のない姉ちゃんのポッポッからの魔法使いの姉ちゃんのハト記述。やってもいいが、わしらの出演料は高いぞ。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、釣れねえな。今回は縁がなかったと思って諦めるのじゃ。さもなくばお主がこの世から消える記述をこの。いいじゃね。弟子にやらせてもよいが。マジ。マジじゃ。そしてわしらはマギルー記述団じゃ。次の。いや、センプン。There's simps in all kinds of worlds.A lot of those coin stuff, I need to sell them. I should have sold them to the guy. Nice, get out of here. How's my people to talk to? How much time is there? 14 minutes. Alright, not bad. Ah, no horse. Artorius 様の演説には心打たれたよ。きっと町の連中も感動してるよな。
っていうか感動してくれないと困るんだ。なんであんたが困るわけ。商売だからに決まってるじゃないか。今聖主カヌヌシ様の先座の儀式が行われてるだろ。あれだけ感動的な演説を聞いたら誰だって新しい聖そこで見学記念の聖杯を売るのさ。そいつを。カヌヌシ様はいろいろとご利益があるんじゃの。これから町の職人のところに持ち込んで紋章を書き込ませるところだ。無駄にならんといいがな。バカ言うなって。ここで売らなきゃいつ売るんだ。飽きないは分からんが、お主の未来は見えて。意識もあいつも。Alright, so scum businessman is gonna do some scummy business and sell stuff. Like, oh yeah, this is blessed by that new god. 最近なんだか体の調子が悪いんだよな。なんだか急に手に入りにくくなって、闇取引王となら売ってると思ってきたんだが、どこにもないんだよ。ネクターはやめておけ。あれには。なんだって。石成功ってのは確か常習性が高く手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗りならそんなもんに頼らず体を動かせ。ああ、そうだな。ネクターはやめだ。これいいこと教えてくれてありがとうよ。Yeah, yeah, no more drugs. We killed the guy. Or a lot less drugs, really. Drugs bad. ゼクソン校で偵察と合流するぞ。So.Another game I've been playing recently, I played through, was Romance of the Three Kingdoms 11. ライフィセット、元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。六郎は王魔の剣士、アイゼンは精霊の死神、マギルーは変な魔女。僕は何なんだろう。哲学的な質問だな。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか。ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ。自分で決めろ。え？自分で決めていいんだ。どうしたいのか全部。それが生きるということだ。お前の舵はお前の手の中にある。僕の舵、自分で。悩めばいい。それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど。わかった。いい話っぽいが気をつけ。言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に火事を取れ。 I very much likeThe development and life, he said, his sentience, for lack of a better word. She can be the sub. But yeah, okay, like I was saying, I was playing RTK 11, and when I was younger, that I got that a while ago, I don't know, I mean, it was too complicated for me. I was like, gosh.I was a teenager, I don't know how old I was. The game's pretty old. I didn't get it till years after it came out. There was already. No, it was before 12, I think. Before 12 came out. But still, and I played through it, and it was so much easier. And I didn't cheese it, but I didn't pick like a hard scenario. I picked like Sun Jian during Dong Zhuo stuff. And it was, you know, you just soak up the little guys.It was actually not that difficult to take out Dong Zhuo. Took a while though, he was kind of being a bitch. But that was a lot of fun. I do like playing the games where I'm one guy, and, you know, make relationships with people, but that is really fun. So
so I think I still like 13 more, but it was a nice change of pace to do the army thing. It makes me think about getting 14, because that's the only thing that stopped me from getting RTK 14, that, like, you know, I'm more of a, I like to play as a singular guy. This is a game, right? Yeah. Thank you, Catman. Alright, let's go to the ship. See what they got for us. Hey, what's up, guys? シルフモドキは届いてる？ああ、検問にて。まだ戻らないのか。はい。もうちょっと待ってください。小休止するか。うん。偵察が戻るまで。Ah, it's evening time. And there's people with dialogue, and I'm stuck between these guys.何？あれを手に入れただと？し、バカ。声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れたイリアーニュの赤ぶどう神髄なんだぞ。ベンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ？当然だろうよ。あいつらは腹いっぱいに飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう神髄なんか飲ませられるか。まあそうだな。よし、イリアーニュならルカレラチーズが合うな。どっかで手に入れるから、それまであいつらに見つからずに隠しておけよ。おう、任しとき。緊張感のない奴らね。 You know, I haven't really gone drinking ever, besides from when I, you know, was younger, and it was just like, I couldn't do this before, time to just get drunk. I really want to have a nice, you know, enjoyable time. I have, you know, gone to a bar and whatever, but, you know, just, I don't have the money, or I'm always driving. It's kind of a bummer. I'd love to go get a drink sometime with some buddies. Hey! 船の手入れは万全っす。よし。偵察が戻ってきて、俺たちが出発したら、お前はいつでも出航。はい。聖主の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんすかね。だが頼むぞ。アイス、何かあったらすぐシルフモドキで俺たちを呼んでくださいね。最悪の場合か。Alright, let's sell some of my stuff. We're cool with this guy. I forgot about it because I bought a bunch of them.I bought a bunch of stuff. God, what was I thinking? A bunch of food from him. I don't know if these are to be sold. I know these are to be sold, right?Do I sell the flower badge? Yeah, I'm gonna do it. Salvage item. I think they're meant to be sold. That is not that much money. Let's buy some more ingredients. What you got, bud? Let's move this. Stock back up.I didn't do very much. I'm not trying to buy too much of that stuff. Need this. I have 12 amber blades? Jesus. I have too much. Sell this. I guess I could dismantle them. That'd probably be a good idea, right? Yeah. Make a little bit of money there, but dismantle them. Metal pages.Get all this materials for the... I'll just let it. But yeah, I'm gonna do that. Which time? 24. Maybe I should just end this one early and start with the next. I think I'll do that. So yeah, I'm gonna do the shopping stuff, I guess. Dismantle. So, if you don't want to deal with this, then it's the end of the video. I'm just gonna
get on this and then finish up. Thanks for watching, everybody. Kazuro Somedes, that's me. And I'll see you guys next time. I'm on dismantle, right? And if you're staying around, and you'll get to hear my end, my outro again. Did I really do it all? Jesus. Weapons. No, we'll soon pass this way. Did you fix the shadow divers? He did. See, I'm gonna this side. He's better? Nope. They're not. In the next area, if I don't get something better when it comes to weapons, then I'll probably just enhance the Kalakite stuff. We need this, right? I think that's better to sell, though. Nice. So, let's see any weapons that I don't have already. Alright. I mean, I have money. I can enhance stuff. Nah, we'll see what happens. Alright. So, alright. 26 and a half. Well, not too much more. Not really much to do, so I'm gonna walk over there and then that'll be it. I don't know why I'm recording so late, but I don't know. I don't want to get too behind on this area. I like this game a lot, but it's easily the one I'm putting the least amount of attention into. So I'm gonna save here. Looks like Magiru is the star here. ボウにもリンゴを一つやったわ。Okay, I guess we're doing this. わしって優しいじゃろ。リンゴ。Thought I could walk faster. I guess I was wrong. お主も欲しいか？ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか？まあな、ボウに頼まれてしまったからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞお師さんから言い含められたかい？とんでもないです。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよく分かっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。I don't like sadism. I find it distasteful. But I don't judge people's kinks. Alright, well that's the lesson for this one. Be tolerant, even if you don't like certain things. Kazuro Somedes for real this time. I'm out of here. Thanks for watching, everybody.